バレてる。おい、なんか投げてきた。アップだ。アップだ。おい、当たるなよ。命中精度低いな。なになに、びっくりした。時雨か。見え、あいつらが見えるっていうの。ああ、虹。ミュールに遭遇したようだな。はい。時雨のせいで逃げていった。ミュールも PTA の恐怖には勝てない。なるほど。あれ、ごめん、しゃがむってどうするんだっけ。しゃがむ。あ、殴れる。しゃがむ丸か。行けるかな。海岸っていうか川岸に沿って行けば行けると思うんだけどな。荷物が劣化しちゃうざます。いやー、ちょっとしたこの斜めってるのが本当に嫌だね。なんかぬるっていきそうだよ。うほー、臨場感やばいな。なんかもう2週間ぶりとはいえすごい新鮮な感じがする。ん？このラインなんだ？これ誰かのラインか？あー、めっちゃ劣化してる。わあ、これは上行った方が良さそうだね。降りれるのかな。ミュールって何、サンドピープル的なやつらなのかな。あ、あれじゃない、配送センターの形してんね。わあ、この濡れた岩の質感やべえな。すごい。け、俺ラインに乗った。あ、来ちゃったか。このライン何これ、このライン。カイラルネットワークエリア。どっちが。うー、来ちゃった。どこ。
どこにいる？怖っ。全然わかんない、どこにいるんだ。あ、いたー、怖っ。頑張れ、ビビー。突破したか？まだいるかな？うわ、ここ行けるかな。ああ、なんだ、いる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 。頑張れ、もうちょっとだぜ。配送センター、そうか、息止めしている間はビークを撃てないんだな。でも突破したくさくない？お、車があるぞ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。あ、どうした？なんか色が。さあ、どうした？わからない。BB が動かない。ああ。大丈夫。一時的に機能は停止するが、修復は可能だ。おう。配送センターの設備でメンテができる。おう。この先の配送センターへ急いでくれ。はい。この、あ、自家中毒。とうとう自家中毒が発生してしまった。僕もちっちゃい頃結構ね、自家中毒ですごい急にね、頭痛くなったり吐き気したりして、あ、やった、晴れた。結構ね、弱かったんですよ。BB は可動負荷が限界に来ると、はい、体内で毒性物質を作り出して自分自身を攻撃し始めるんだ。つまり自家中毒を起こす。それを回復するためには配送センターにあるプライベートルームに行ってくれ。はい。あ、各配送センターにあるんだ、プライベートルーム。あそこだけじゃないんだ、キャピタルノットシティだけじゃないっていうか。おお、これ後で乗れるのかな。ババーン、これ乗れるの。いや、ちょっと待って、まず BB、BB。スキャンを開始します。ブリッジズ ID を確認します。ID 認証。クリア。施設内では武器を強制的にロックします。おー、これで車でも入れるようになるってこと？この子を助けて。よっしゃ。着いたー。なんか下からヌーって出てくるのがさ、あのガンムに出てくるあの、なんだっけ、あったじゃん、なんとかマンあれみたいだね。ノヒン、デッキマンだっけ。
中継ステーションのスタッフに聞いたよ。サム・ブリッジズ、第二次遠征隊だろ。はい。たった一人でカイラル通信をつないで荷物まで運んでくれるとはな。早速荷物を見させてもらうよ。おう、よく運んでくれたな。ありがとう。あんたは BT の座礁地帯をくぐり抜けてきたんだろう。ああ。伝説の配達人って噂は本当だ。ああ、普通はあの座礁地帯を通過するのは無理ってことか。え、劣化 0%? あ、中身は大丈夫だったってことか。外は多分時雨でちょっとあれだけど。おお、親密度もうちょっとだったな。自分の建物を他のプレイヤーが利用する。おお。さあ、いよいよだ。キュービンと接続してくれ。ああ、通信ね。カイラル通信ができるようにつなぐ。おお。ああ、再起動したってこと？お、浮いてる。おお、つながった。遠いな。遠いな。サム、UCA 加盟を一つ増やしてくれたな。ありがとう。イエス。ミュールとドローン症候群、ブリッジベイビーのこと、トキオについて。の、ん？メール！データアーカイブ。はあ、配送端末の機能、リサイクル。あ、これで、あ、今までその機能がなかったのか。なるほどね。カイラル通信を接続したことで他のプレイヤーのデータを。おお。カイラル通信がつながった。おお、クリアになった。素材とカイラルプリンターがあれば遠隔地のものもここで生成できる。つまり配達人の苦労も減るわけだ。ああ、頑張って西までつないでくれ。せやな。よし、カイラル通信がつながった。ロサンゼルスまで遠いな。サム、地下にあるプライベートルームに行ってくれ。 BB をインキュベーター。インキュベーター。お疲れ様でした。インキュベーターってなんか浮かきとかなんかそういうことじゃなかったっけ。あの、なんだっけあれ、なんだっけ、窓まぎ。デッドマン、聞いてるか。どうしたらいい。いいか、サム。ポットを取り外してインキュベーターにつなぐんだ。つないだ。よし。一時的なストレス状態だ。母親の子宮に戻してやればもう大丈夫。あ？母親はキャピタルノットの集中治療室にいる。脳死状態でな。ええ、スティルマザー。そうだ。
ビビーはスティルマザーの子宮の中で死の世界とつながっている。そして君もビビーを介してその母親とつながっているからこそ BT を感じ取れるんだ。このポッド内の環境はスティルマザーの子宮の疑似状態に設定されている。ビビーには常にスティルマザーの子宮内にいると思わせる必要があるんだよ。と言っても長い時間騙し続けることはできない。だからカイラル通信を使って最新のスティルマザーの環境データと定期的に同期する必要があるんだ。見ろ、キャピタルノットシティで眠っているスティルマザーの子宮内環境データと BB がリンクしてポッド内環境を最新状態に更新している。こうやってスティルマザーの子宮に戻してやればこいつのストレスは一時的に収まる。本当なら母親のお腹にいるべきだからな。元気になった。オキシトシンの分泌量も再調整しよう。オキシトシン、今度はこんなに早く自家中毒は起こさないだろう。だが BB はあくまでも装備品でしかない。あまり入れ込むんじゃないぞ。装備品だと。物理的にスティルマザーの子宮から離されている。そのせいで BB という装備はとても不安定で非常に危険なんだ。対応期間も1年以上持った実例はない。だからこの遠征が終わるまで持ってくれるかどうか。どうなる？ BB を助ける方法はないのか？今のところ BB についてはほとんど解明されていないのが現状だ。カイラル通信がつながって過去の資料が復元されれば何かわかるようになるな。デッドマンの頭の傷超気になるような。ああそうだ、あんたの血液に BT が反応を示した件についてだな。ああ、ハートマンにも相談した。もうじき検証結果が出るだろう。とにかくあんたも休め。 あんたも BB も疲労が溜まってる。おやすみサム。今このこれができたのも繋いだからってことだよね。その大容量ゼロ通信、ゼロラグ通信なんだっけ。要するにあの 5G 的なことでしょ。来た。私が見える。そっちはどうなんだ？エッジノットシティ出ることはできないけど、見張りもいないし縛られてもいない。カイラル通信がここまでつながってくれたら東に戻れるわ。あなたさえ来てくれたら戻れるの。なんかありがとう。言わされてる感がすごいよな。もう猶予がないの。都市では少しずつ人の数が減ってきている。子供も生まれなくなってきている。人は孤立する生き物じゃない。子供が生まれなくなってきて、寄り添ってお互いを補う生き物だから。この国を生き返らせて、みんながもう一度つながらないと。そうね、ブリジットは言っていた、絶滅だって。だがアメリカを再建しても奴らはいなくならない。絶滅は避けられない、奴らがいる限り。いいえ、まだ希望はある。サム、待ってるわ。
触れるのが嫌なんだけど、嫌なんだけどというか、私を助けて。でもこれも実際には触れないって分かってるのに触ろうとして、それを知ってるサムもやっぱり条件反射的に触られると思ってこう身を引いちゃうみたいな。サム、私だ、ハートマンだ。はい。起きたばかりだから君もさっぱりしたいだろう。どうだ、シャワーを浴びておかないか。あ、はい。君にとってもいいことがあるし、実は私も見たいものがあるんだ。うん。シャワーを浴びろ。寝る前に浴びた方が良かったんじゃないですか。そんだけクタクタだったってこと？